なんか現代ならではっていう感じですけど、はい、あれ基本どう使ってんだろうねみんな。そうなんです、うん、僕自身もそのまさしくさっき中森先生がおっしゃってた武田塾検証ブログっていうのをやってたんですけど、武田塾チャンネル。やっぱ本当にやっぱ直前期じゃないですか。直前期ですね。センター試験も間近で、はいね、一般入試だってもうね、はい、早いとこだったら1ヶ月切っちゃってますよもう。本当ですね。もう、うん、本当にクリスマスに戻りたい。大して戻ってないね。大して戻ってない。そうですね。直前期のおかげですね、うん、僕が伸びたのは。だからね、まだまだ諦めずに、はい、まあ、その中でね、もし困ったことあれば相談してもらえればということで、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。高橋先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問は、うん、いわゆる勉強赤についてどう思いますか、うん、という質問が届いてます。勉強赤っていうのはツイッターとかにある勉強についてつぶやくアカウントのことでいいのかな。あ、ツイッターとかのアカウントのことですね多分、うん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 、はい、どうなんですかね。 なんか現代ならではっていう感じですけど、はい、あれ基本どう使ってんだろうねみんな。まあ僕もちょっとツイッターやってて、うんうん、勉強赤の受験生のことたまに見てたりするんですけど、うんうん、まあなんか参考書何分やりましたとか、うんうん、三者面談で先生とこんなこと話しましたみたいな感じで、うんうん、大学受験について関することを発信してるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、まあいいんじゃないですかね。その武田塾でも昔あの非公式ブログってやってたって結構いたじゃないですか、はいはいはい、そうですね。で、ああいうのって見られるって思うと結構続くよね。そうなんです、うん、僕自身もそのまさしくさっき中森先生がおっしゃってた武田塾検証ブログをやってたんですけど、やっぱ受験勉強で一番難しいのって続けることだと思うんですよね。そうですね、うん、勉強何しなきゃいけないか分かってるっていう受験生は多いと思うんですけど、うん、それを毎日続けていくっていうのがすごい大変なので、はい、それで僕どうしたかっていうと、もうブログに書いてみんなに見てもらおうって思って、当時はアメーバなんですけど、うん、アメーバブログを書いてました、うんうん、まあ、そういう感じで使うんだったらありかなと僕は思うんですけども。あと今だとね、あのスタディープラスとかあるじゃないですか。はいはいはい、あの勉強時間かけるやつ、はいはい、うん、ありますね。ああいうの使ってみたりとかもいいと思うんですけど、はい、勉強時間を測ってちゃんと見えるようにするってことですね、うんうん、スタディープラスを使って、うんうん、はい、逆にダメな使い方としては、うん、その勉強赤っていう言い訳をもとに、はいはい、なんかそのツイッターを書き込むついでにこうツイッターに入り浸っちゃうみたいな。そうですね、結構あるよねそういうこと。ツイッターに1時間とか2時間とかバーッと使っちゃう受験生もね、うん、いたりとかするんで、そこはすごい良くないかなと思います、うんうんうん、はい、だからまあそのなんか発信するっていうのはモチベーションを保つっていう意味ではありかなと自分は割と思ってます、ね、うん、はいはいはい、はい、なるほどなるほど、まあどんなツールも付け方次第って感じですかね。そうですね、はい、まあ、結構ネットはね中毒性が高いんで、皆さんも使い方には気をつけて有効活用してもらえたら。ブログとかね、何時間もかけて書いてる人いたりするからね、その時間で単語を覚えてくれみたいなことになっちゃうとねっていう話になっちゃうんで、はい、使い方には要注意ですね。そうですね、今回は以上です。はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が、宿題の、ペース管理をして、生放送でその、結果を読み上げる、スタジオコース、毎週火曜日やっております、詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら、登録をお願いします。